こんにちはゆずきゆかりですバレンタインも過ぎまして提督の皆様はいかがお過ごしでしょうかなお平定特徳虫書さん略して平沢さんは何もしなかった模様完全に忘れていましたからね自分用のチョコは買ったんですがショートケーキ柄の可愛らしいポーチ付きチョコレートだったっけもうチョコレートがおまけですよねあれ美味しかったですけど それでは節分作戦2023全力出撃の出撃報告書をやっていきましょうかしこまりここ沖ノ島沖への出撃メンバーは龍鳳ちゃんイントレピットさんオオヨドちゃん秋月ちゃんカデロウちゃんチラヌイちゃんね久しぶりにこのルートを通りましたねあっ鋭拓さんまたいつものルートで攻略してるわねこれ下ルートはやっぱり楽ですねしかも分かってて言ってないわねこれ ついうっかり慣れてしまった方で出撃してしまうんですよ。正直この任務であそういえばしたルートもあったなってこの日は6日だったけどゲージが一つ減っているということは第五センターにには終わらせているのねそれだけはちゃんとやっていますよえらいでしょ前突撃あっ 秋月ちゃんは流ゃんをかばって中破にまあまスマスですのでいいでしょう敵の数も3隻これは勝ち申しましたあ、でも大淀さんのこの衣装の中破グラが見れたのでよしでもよしじゃないでしょええそういえばこの海域はタイゲイさん探しによく来ていましたね このシリーズの初期はタイゲイさん創作報告書でしたし気づけば90本ここまで続くとは思っていませんでしたはい勝ち申しましたふむ時にはいつもの編成でないのも楽しいものですね無事 S 勝利いただきました私の関西機が活躍したのや,やったーこれが空母の流頬の力なんですさて開口館は誰かしら 遊ぐも型駆逐艦、カンマキグモと言います。遊ぐも姉さんを見習って頑張ります。私も頑張りますね。はい。それではカレー用リランカ島沖へ出撃しますよ。新春任務以来の久しぶりの出撃ですよ。またですか。出撃メンバーは新春任務とほぼ変わらず。矢萩さんのところを熊さんにしたくらいですね。 そうか、大淀ちゃんか熊方が必須だったっけはい。なので、個人的に楽しかった任務でしたね。これ。でも、ヘイタクさんは、ここの海域いつも苦労していたわよね。そうですね。いつも道中大破でボスマスへ行けないのが原因ですね。でも、最近の任務では無事ボスマスまで行けているので、今ならばゲージ破壊もできるのではないでしょうかそれじゃあ、今月頑張ってね。へい<ー>。すごくダメそう。第1攻撃隊発艦、発 攻撃隊発艦お願いいたしますクマちゃんの昇波ボイスいただきましたあクマちゃんは買いにていの方なのねまあ先制雷撃はやはり魅力的なのでコンバート感はこういうときってしまいますねどちらを本命にしようかってねさすがに出撃するたびにコンバートさせるのはきついですし はけは経験な一石橋ではないのでこんな感じになっていますねあ赤あさんがああこれはちょっとハラハラ展開になっちゃいますあれフレッチャーさんに何を装備させてるんでしょう私ゆかりちゃん対戦装備だと思ったものが対戦以外の性能もあるっぽいメモにはこれを装備させてたみたみいおう。 勝てました。やったね。はい S ジョーリいただきました私の完細機が活躍したのややったこれがクーボのリュウホウのちかいにやばい。です、ね。強い はじめとねがた方二番艦チクマと申しますよろしくねえ分ねえ昇格ね毎年自分からおにやこを買って出なくていいのに。なあもうこのお面、あたしに貸してよ。ほらもう。きどうぶたいき格。ばするわ。 続いて。はいちょっと諸事情ありまして先に KW 干渉を機械行をやっていきます諸事情とは5の5が倒せなかったなるほど編成メンバーは随格さん、昇格さん、最上さん、フレッチャーさん、クマさん、山城さんですやるよ。最上ちゃんとフレッチャーちゃんの出撃頻度が高い攻略サイトさんのを丸コピーしてますからね もう少し他のメンバーでやってもよかったかなっていつも思いますやっている最中はそこまで考えられないものねタスクを片付けるだけで精一杯ですはい基地航空隊ドン一つだけピコピコしているの好きそれじゃあ前回の動画のお礼をやっていこうかしら前回の動画のご視聴コメントいいね 誠にありがとうございます。ありがとうございます。宣伝広告してくださった方も、誠にありがとうございます。ありがとうございます。いろいろな声を聞けるのもよしと言われて安心しました。単発動画とかで試してみればいいんだろうけれど、エータクさんは単発テーどうしても苦手なのよね。気づけばシリーズ化させてますね。あ、練習動画でやってみればいいので、は。お気づきになられましたか 絶分豆は無事三十個以上貯めることができましたよ。よちょいちょい任務やり残してましたがどうにかなるものですね。すそこです。さあ行こうか。僕が相手だよ。直演隊も攻撃隊の援護に回って。などとお話をしていたら空母お姉さんのみとなりました。これは勝ち申しました。クー空母お姉さんなど怖くも何ともないですが、が前回、デント時に基地こく隊取りくれでもかって撫でてたく話し しかも低速戦で坊立ちお姉さんに攻撃を叩き込む大変楽しかったですはい勝ちましたもう終わりもの足んない次回限定会帰で泣き叫ぶゆかりちゃんをお楽しみにねよーし見たかこれが新しい五光線の本当の力よ随格には幸運の女神がついていてくれるんだから さて、誰と開校するのかしら「かげろうがた駆逐艦」「ノアキ」「参上しました」さあ指令いきましょうよろしくねノアッチゃん」ないぞ「はいそれでは今回ガバ祭りとなった会場へ行きますよ」 自ら報告していくスタイル。ただしあまりにもひどすぎて失敗しすぎたため言葉のみの報告です第一のがばクマさんで挑戦しようとしましたがボスまずそれまくりました大淀さんがアンサーでした 2> 第2のがば山武タたちの人形を提携人であることを忘れていましたそれに気づくまで5回くらい挑戦して勝ててませんでした第3のがば任務受諾チェックはちゃんとしましょう またかよもちこさんくちょ調くちょあらごめんなさいはいそんなわけでガバ祭り最終日の映像をお送りいたします編成メンバーは武蔵さん大和さんもがみちゃんたしけんとちゃんフレッチャーちゃんくまちゃんと交代した大淀さんねあ編成メモと順番が違ってた。<laughs> やられってたで,でも切れそう うむガバ祭りしまくったので皆さん少々お疲れ気味ですかね一応休憩は挟んでやってはいるのですがマミーラをいくつ使ったのかしらイベント最終日並みの使い方をしました切れそうあでもフレッチャーさんがかばってくれたおかげで武蔵さんは無事でしたねよし山武蔵たちは定型人 ゆかりさん覚えた懸念材料レキューさんもいないのでこのまま無事 S 勝利いただきましょう,う大破艦2隻もいるけど大丈夫かしら残りは3桁耐久の子だけねあこれはいけそうやれやれ長く苦しいガバとの戦いでした 対戦よろしくお願いします。ぞ突いてこい大よ見てろて対戦ありがとうございました。ガバさえしていなかったら先月、マンスリーも達成できたのに。はい、S 勝利いただきました。私は、ヤマト型。その改良二番2番艦だからな。当然か。 しかし、礼は受け取ろう栄クさんムサヤマタッチ派なんだねムサシさんとの付き合いが長いからではやった出たぴょんうずきでーすうーちゃんと呼ばれてまーすよろしくぴょん港はいいなうむ艦隊 戻ったぞそれでは節分豆を投げますか52個集まったわね最低目標数に到達できてよかったわお疲れ様ですえっとまず30個の節分豆を投げまして開発資材は腐るほどあるので大丈夫です操作を間違えるへいたくさんよっと。 四箱ちゃんの熟練ちゃんだったんだ。基地航空隊にセットするのが楽しみですね。お疲れ様です。そして次は節分豆二十個で設計図をもらいましょう。よし。残った節分豆は二個。お疲れ様です。ちょうどネジに交換できるわね。はい。 綺麗に投げつけることができました。それでは今回はここまで。ご視聴ありがとうございました。